令和2年10月3日4日の2日間、阿蘇市小里の花遊びなどで、国道57号北側復旧ルート開通記念感謝祭が開かれ、多くの市民が訪れました。まず、3日午前10時から始まった国道57号北側復旧ルート開通記念式典の様子が、花遊びの会場でライブ配信され、 式典でのテープカットに合わせてバルーンリリースが行われ開通を祝いました。このイベントは10月3日の国道57号北側復旧ルートと国道57号原道の開通に合わせて熊本地震からの復活を市民でお祝いしようと阿蘇リバイバルキャンペーン実行委員会が主催し花遊びのほか一宮と波野の 合わせて3会場入り口では、署名や検温、消毒などが行われ、会場内ではマスクの着用をお願いするなど、新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながらの開催となりました。ステージでは、地元の子どもたちによる古敵や和太鼓の演奏や、地域の伝統芸能の虎舞や神楽も披露されました。 会場には、阿蘇のおいしいものが一堂にそろった阿蘇グルメフェアもあり、また3日夜には花火も上がるなど、2日間、多くの家族連れでにぎわいました。